この藤井も3月20日相模原戦で初ゴールをマークしました。 J リーグの初ゴール、その結果を残した次のゲーム大事です。さあチャンス、茂木来た、大宮アルディージャ先制。前半の4分決めたのは右サイドバック22番茂木力也。今シーズンの2ゴール目、大変な得点力のあるサイドバック茂木力也、今シーズンも開幕戦でゴールをマークしました。それ以外の今シーズン2点目、でこの杉本健雄のポストプレー、さらにはノールック気味のラストパスも見事、角度のないところニアハイを狙っていきました。非常に得点力、さらに